はい、皆さん、こんにちは。ピコロジカルミームグローバルフォーラム、Day 2、お集まりいただいてありがとうございます。日本はですね、時間で5時20分、夕方の5時20分ですね、になりました。で、ヨーロッパですと、おそらく朝の、時間になると思いますので、おはようございますという、モーニングになるかなと思いますけれども、Day 2始めていきたいと思います。で、昨日はですね、Day 1の方、本当に100名、を超える方々にリアルタイムで、多い時120名を超える方々にリアルタイムでご参加いただいて、本当に、多くの反響をいただいて嬉しかったんですけれども、今日も、楽しみなセッションが目白押しですので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。で、最初はですね、オープニング、今日のオープニングはですね、ゲストに、小森由美さんをお招きして、少しですね、昨日のセッションを振り返ったり、あるいは今日のセッション、の見どころというかですね、少しお話しながら、始めていきたいと思います。小森さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小森はい、です。よろしくお願いします。小森さんは、エシカルファッションデザイナーとして、ご活動されていて、で、草木染めの、ランジェリーブランド、リブラなどを立ち上げたりしている、社会起業家でもあるわけなんですけれども、今日はですね、昨日も、セッション出ていただいたということで、ちょっと昨日どうでしたかというところから始めていければと思います。で、昨日の、セッションのグラフィックレコーディングがあるので、ありますので、ちょっとそちらを見ながらですね、昨日出られてない方もいらっしゃると思いますので、ちょっとお話ししていければと思いますけれども。はい。小森さん、昨日のセッション出ていかがでした？いやー、すごかったですね、もう。なんか、さすがエコロジカルミームだなって、ちょっと私、感動したんですけど、本当に、流れがすごい、美しい流れだったなって思って、最初のその伊庭先生の、想像の、なんか仕組みみたいな話から、それを実際に、最後はこう、大工で松坂さんがそういう、こう想像の仕組みの中からなんかビジネスを生み出しているっていう、そういう、こう本当にこう感覚の中にあるものをこう具体実装していく、それはなんかこう自分の意識だけじゃなくて、周りにたくさんあるこう自分以外の本当にこう淡い存在しているものだったりとか、あらゆるものをこう含んで、なんかこう本当に形にしていくっていう、こう流れが、こう自分的にもすごく感動して、ちょっと昨日は一日興奮しておりました。ありがとうございます。本当にね、最初のキックオフのセッションは、伊庭先生の、ね、ある意味そのクリエイティビティではなくて、創造という行為そのものに向き合っていくというか、いうところから始まって、本当にその誰かが作るとか、私が作るっていう、そのエゴから始まるものではなくて、そのエゴレスクリエーションっていうお話をしていましたけれども、そういう、こう、なんていうかな、自分を通じて起こっていくとか、あるいはその、作家だったらその物語が現れようとしている声を聞いていくとか、そういう、こう、なんていうかな、自身が場になるみたいなお話もありましたけど、で、そうした時にやっぱりその深い生命感覚というか、そういうところにつながっていき、そこから現れていくものを、形を与えていくというか、全体を、植物を育てるようにっていうようなね、その製造としての工業のメタファーではなくて、植物を育てていく、その生成的な創造っていう、まさにその創造っていうものの、最定義というか、コパリニクス的転換みたいなものから始まって、で、その後は、鼓動、という、プレイウィズ鼓動という、心臓の、鼓動を光に当てる、作品を作られている松島幸介さんの、体験セッションで、少しそういう、こう、自分自身も感じていくようなスペースがあって、で、その後、まさに、今、小森さんがお話しいただいたようなですね、大来る松坂さんを呼びして、セッションを、しました。で、特にね、松坂さんのセッション、すごく、印象に残ったってことだったんですけど、特にどのあたりが、面白かったとか、こう、インスピレーションがあったとかって何かありますか？小森さん自身もね、やられてるから、すごく、そういう、共鳴性とかあったのかな、なんて思った、感じたんですけど。
ですね、ちょっとめちゃくちゃ共鳴したんですけど、まあ、リジェネラティブデザインをされてるっていうお話をされていて、リジェネラティブってこう私的にちょっとまだニュアンスがあんまりそのサーキュラーとどう違うのかとか、なんかその、うん、なんとなくは分かってるんですけど、こうなんだろうな、現実にリジェネラティブビジネスをされてる方って私の中ではまだその見本お手本が少なかったので、まあ、なんかこうなんとなく捉えているっていう感じだったんですけど、まあ、本当に松坂さんのお話の中でこうなんか自分一人で作るんじゃなくて、その100人ぐらいの人の方が協力していたり、あとなんか自然の循環の中で生み出していたり、こうなんかビジネスっていう概念ではなく、こうなんかあらゆる参加者がこうなんかあらゆるポジションから参加していくような、こう社会変革ムーブメントみたいな感じがすごくして、あ、なるほど、なんかこういうふうになんか人とか自然が関わって それらがこうなんかこう偶発的に巻き込まれていって、でなんかこうなんかこうビジネスモデルとかそのブランディングとかビジネスモデルを作ってその通りに形にするんじゃなくって、こうそのなんか偶発的に生まれていく、いろんな人と関わりながら生まれていくものからさらに派生していくみたいな、こう本当になんか社会変革ムーブメントの一つの生命体みたいな感じがして、本当にね、なんかいろんな多分カオスが生まれて、やっぱりコントロールもできないし、なんか思い通りにできない部分もたくさんあるんだろうけれど、なんかそれが本当になんか想像であるっていうような感覚がして、すごく興味深かったです。いや、本当面白かったですね。まさに自然の生態系もやっぱりそうですよね。やっぱりそのなんかすごくそのリジェネレーションってやっぱりその特に昨日の話も、実はやっぱり根っこにあるのは生物多様性というか、というのがベースにすごくあるなっていうのを松崎さんのお話聞きながら感じて、でまさにその多様多種多様なやり取りであったりとか、あるいはまあファイブシステムって言われる自然界の生物学で五解説って言われる、まあ解ってネイチャーキングダムっていう話をしてたんですけど、その微生物とか、まあキノコ類とか、まあそういういろいろなその解とのコラボレーション、まあある意味こう見えざる存在も含めて、なんかそういうコラボレーションをしていった時に、なんか複雑、あまりに複雑性が高い、そのつながり合ってるものが複雑性高いから、こうコントロールしたりとかブループリントをあらかじめ設計するとかっていうのができない中で、だけどその生まれて芋づる式に生まれていくみたいなことの中で、形にしていく、でしかもそれをビジネスモデルに転換していくときに、例えばマルチプルインカムのビジネスのモデルだったりとか、まさに小森さんが今おっしゃってくださった、そのいろんな人を巻き込んで一人ではできないから、こう生命体としてごめんというような、なんかそういうビジネスのそれこそエマージェンスというか現れ方っていうのが、なんかすごく見えてきたセッションだったななんてことを感じました。で今日も実はリジェネレーションっていうのもテーマになったりするんですけども、今日の、セッション、今日のデイ2のスケジュールを見せていただいてもいいですか。ありがとうございます。でそういった中でですね、今日も盛りだくさんというかですね、いろいろなセッションが続きます。まあ、このオープニングの後、まずはですね、ヒューマンスターダイエット、人と星の競争という、ダイエットじゃないですね、デュエットですね、失礼しました。人と星の競争という形で、地球歴を、考案されている杉山海地さんを招きして、プラネタリーシーズンシップというところと、あとは、まあ、今回春分の、テーマを、天体運行のスケールから見ていくということをしていきます。その後は、リジェネラティブリーダーシップの、本の著者でもあるジャイルズ・ハッチンズさんを招きして、リジェネラティブリーダーシップをテーマにお届けしていきます。でその後少し、瞑想の体験セッションを、してですね、で、最後、トークセッションが人間的なるものを超えた人類学とアートというテーマでですね、今度は人類学とかアートとか、そこに人ならざるもの、あるいは物質性、生命と非生命、そういったことをキーワードにですね、向き合っていくセッションができればと思っています。で、最後、今日のクロージング、リフレクティブタイムには、小森さんにまた、ご登場いただいて、あとは小森さんと昨日、
ご一緒いただいたダイクルの松坂さんと、3人でですね、デイツを振り返っていければと思っています。はい、ちょっともう、時間なんですけど、小森さん、もし人、なんか今日た、はい、楽しみにしているセッションとか、もし今日のなんていうか、小森さんのこう楽しみにしていることとか、もしあれば教えてください、セッション。本当に全部、ね、楽しみなんですけど、まあ、なんか一つ私リジェネラティブリーダーシップをちょっと読めてはないんですけど、英語なので、なんかちょっとざっくりいろいろ小沢りちゃんに教えてもらったりしているので、すごく興味があって、リジェネラティブリーダーシップちょっと楽しみにしているのと、あとは最後にちょっと松坂さんとお話しできるのも楽しみにしています。でも本当にね、全部本当に興味があって素晴らしそうなプログラムだと思うので、最後までちょっとじっくり見させていただきたいと思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではまた、クロージングでよろしくお願いします。小森さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。